蘇我時宗は、鎌倉時代初期の武士、蘇我兄弟のあだうちで知られる。蘇我古老、蘇我時宗とも。安元2年、3歳の時、実父、河津助康が、諸領相族をめぐって揉めていた同族の工藤助常に暗殺される。その後、母が、兄と自身を連れ、相模国蘇我僧の領主、蘇我助信に再化する。兄、助成は元服後に、蘇我の家督を継いだ。 ただし、あずまでは、助信には、戦災との間に、実種のひろつながおり、彼が家督を継いでいる。研究元年9月7日、北条時政を、江戸氏親として元服、その返記を賜って時宗と名乗ったとされ、その後は、自制の庇護のもとにあったという。そ我兄弟は、厳しい生活の中で成長し、狩りの群れに亡き父を慕ったと伝えられる。研究4年5月、 ときむねは兄、すけなりと共に、源のよともが開催した、富士の巻狩りに参加した。蘇我兄弟のあだうち同年五月二十八日、蘇我兄弟のあだうち事件は、富士の巻狩り最後の夜に起きた。あずま明28日上には、蘇我重郎すけなり、道五郎、ときむね、富士のの野の神野のご旅館に、水産し、工藤左衛門の城助爪を殺戮すとあり、蘇我兄弟は、 藤野の神野のご旅館に押しかけて、工藤助爪を撃った。この時酒の相手をしていた王党内も撃たれた。そばにいたて、腰塾と木瀬川宿の遊女は悲鳴を上げ、この一大事に現場は大騒動となった。この後、助成は駆けつけた助爪の部下の新田忠爪に撃たれるが、時宗は頼朝の御前を目指して、向かってきた武士たちをことごとく倒して、 頼りの宿所に押し入った。しかし、頼りの宿所の中にいた、五世五郎丸は、時宗の身を一人で取り押さえた。あだちの翌日である二十九日に頼りは、時宗の尋問を行い、有力御家人らがそれに同席し、その他多くの者も軍賛した。尋問を終えた頼りは、時宗の勇士から有名を提案するが、助けの子である犬ふさ丸の訴えにより当日教主、された。 源の頼朝の縮小襲撃する時宗の腰を背後から掴む御所五郎丸の図。その後、出家して立志と合していた時宗らの末弟が兄たちに連座して鎌倉へ呼び出され天縄で自害し時宗らの同復の兄弟である原小次郎がこの事件に連動して失脚した源の乗り寄りの縁座として処刑されている。蘇我氏は官務兵七橋の支流でありバスケ家が 相模国蘇我僧を本拠として、蘇我氏と称したのに始まる。蘇我兄弟の子孫は、室町時代に、足利将軍家の奉公衆となり、室町幕府に仕えた。足利義明の近所に、蘇我聖介がいる。横須賀市にある、乗り受け寺の伝承によると、蘇我時宗と虎御前の間には、河津三郎の武という子があり、源の佐に仕え多くの武庫を残した。 その恩賞として、平塚の地を賜ったが、同族の祝縁と積年の旧敵を恐れて、出家して、なお、両元と改め、安定元年平塚の地に一部を建立し、新蘭直室の十字尊号を本尊として迎え、阿弥陀寺を開いたという。蘇我頃老区別川妻鏡や、蘇我物語では時宗が、九藤助常を撃った後に、源頼朝をも襲っており、これが、 皇上時政の暗躍によるものとする解釈である。自生は事前に、駿河国に入国し、準備を行っており、頼朝が富士野に到着した際もあらかじめ、参上しており、この説に説得力をもたらした。またそれ以前より時生と兄弟は、縁があり、兄が弟である馬校を連れ自生の館を訪れ、自生を、エボシオエとして元服している。歴史学者の三浦博之が、 大正期に、北条と木政黒幕説を唱え、それ以来学会に大きな影響を与えてきた。従来より面識のあった次世が兄弟を、頼朝襲撃へと誘導したとする見方が現在でも多い。また、伊藤助千華は、工藤助綱に襲撃される直前に、自分の外孫にあたる頼朝の長男、千鶴丸を殺害しており、 工藤助常による伊藤助地下不死襲撃そのものに息子を殺された頼朝による報復の要素があり、蘇我兄弟も工藤助常による伊藤不死襲撃の背後に頼朝がいたことを知っていたとする説もある。蘇我時宗は能や歌舞伎の蘇我兄弟のあだうちを主題とする蘇我者に登場する。蘇我時宗は浮世絵の画題の一つである。以下は、 ソガとキムネが描かれた浮世絵である。ありがとうございます。